急ぐな。来たか。何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ神室町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流からどうする。俺が相手になる。一人でか。この広い神室町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、ギリュウちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や。どけどけ。おりゃ。ありゃ。おりゃ。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわいや。なんでやねん。なんで動かへんねや。うわいや。おいおい大丈夫か。うわいや。やめた方がいいか。うわいや。うわいや。いや。動けやこら。動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。まあほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ真島の兄さん。ほらあんたの出番やで。伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。ん？何？おい。
おい。ああ、それでは出発。たく、時間食っちまった。取らせやがって。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。
さ、行くか。ありがとうございました。関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、いつらや。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。
真似だ。今のあんたを倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと？爆弾の処理。お前が人工波を使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人工波勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカムロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部事を済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。最初の勝負や。どうだ、少しは落ち着いたか。ねえ、交流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だから神室町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それが神室町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ郷田隆二はやったのか。いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった？30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが？次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろが。
でも親父、これでこの配線を解読できるんですか？アホか！俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか？なんやお前、俺のこと信用しとらんのか？いや、そんなことはないっす。それなら早よやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？面倒や。どちらにしようかな、神様の言う通り。決まった、赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっさいボケ、もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢ね。よし。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴えとったわ。百発百中やで、な。はい。ありがとう。やめや。そないに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さ、飯でも食いに行こうか。仕事すると腹がすくの。はっ。
ほい。じゃあキリエちゃん、後のことは任せたで。ほな。そやキリエちゃん、リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ、どうしても郷田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら狭山が戻ってくる。そしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥と街を楽しむさ。ああ、いや、うん、ああ、そうだな。行こう。それでは、いらっしゃいませ。お腹空いちゃった。ありがとうございました。ありがとう、おじさん。おじさん、それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとう、おじさん。
使える技を紹介するぜ。これで絡んできたバカを返り血にしてやんな。まず基本は目つぶしだろ。それに服を掴んで。おおこら、てめえ何わが物顔して撮影してんだ。おら、ここは俺らのチームの島だ。こら、あ、なんだてめえ。上等だ。てめえはビデオの教材にしてやる。くらえ、最初は目つぶしだろうか。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとう、おじさん。